甘栗健です。こんにちは、こんばんは、甘栗です。前回はこんな感じの対決動画を上げてみたのですが、もう見てくれましたか？ありがたいことに、投稿4日ですでに3万再生以上と私のチャンネルではトップレベルの勢いを見せてくれています。普段の建築講座では見られない、私の本気の建築が見られるのでまだの方はぜひこの動画の後にでも見てみてください。はい。というわけで、今回はこちらのモダンな家の作り方をご紹介します。今まで結構モダンな家の作り方講座はやってきましたが、今までのはどちらかというと普通の民家っていう感じで、こういうデザイナー住宅的なモダン建築はやったことがなかったのでやってみます。こういうタイプの建築は他の投稿者さんも出していそうなのでかぶりを気にして今まで出していなかったのですが、今回は似たものがないか結構調べたので多分大丈夫だと思います。というわけで行ってみよう。まず、幅 20×奥行き7の長方形を作ります。右手前側の角を4ブロック薄灰色のコンクリートに置き換えて、その奥も3つ置き換えます。反対側の角に移動して、端から1ブロック開けて6ブロックを松の木材に置き換えます。これらをすべて上に4ブロック伸ばします。前回の動画でマイクラをやっていないけど登録したよ、というコメントを結構いただいたのですが、もともと私自身たくさんの人にマイクラの楽しさを知ってほしい、という理由から動画投稿を始めたので、こういう動画を見てやってみたいなぁ、とか、これなら私にも建てられそう、と思ってくれる方が増えると嬉しいです。私は建築税ではなく、プライベートではコマンドや PVP ばかりやっているので、そちらの楽しさも知ってほしいのですが、このチャンネルを登録してくれている方は建築目当ての人がほとんどだと思うので、そういうのはまた別チャンネルの方でやろうかなと思います。私の動画で、建築だけじゃなくてマイクラ自体に興味を持ったって方はぜひぜひ生声チャンネルの方も覗いてみてね。はい。すべて上に伸ばし終わりました。続いて、松の木材の隣から白色のコンクリートブロックを手前に6ブロック置いて、その右に1ブロック置きます。これらも4ブロック上に伸ばして、高さを先ほどの壁と合わせます。1階部分はこんな形になります。赤で目印をつけた部分の壁を7ブロック上に伸ばします。気づいてる人がいるかはわかりませんが、私は基本的に土曜の朝10時投稿を目安に投稿してます。あくまで目安なのですが、今回は投稿が1日遅れてしまったので、昨日楽しみにしていた方がいたら申し訳ありません。なんで遅れたかって二日酔いで死にかけてました。予約投稿ってちゃんと投稿されてるか心配で、できる限りリアルタイム投稿をしたいんですよね。金曜は飲み会率が高いのでこれからも遅れることがあると思いますが、あくまで土曜10時投稿は目安なのであまり期待せず待っていてね。はい。ここから右側に白色のコンクリートブロックを引っ張って、こっちからも引っ張って、交わるところで止めます。そうしたら今作った枠の内側をすべて白色のコンクリートブロックで埋めます。さすがに単純作業なのでカット。はい。埋め終わるとこんな風になります。右手前側を 4×4 ブロック分壊して、そこを薄灰色のコンクリートブロックに置き換えます。薄灰色のコンクリートブロックをすべて上に6ブロック伸ばします。下に回り込み、角から1ブロック離れたところに黒色のコンクリートブロックで柱を立てます。少し左側に移動して、ここの端から2ブロック開けて、5ブロック分白色のコンクリートブロックを置きます。すべて6ブロック上に伸ばします。はい。松の木材の上を黒色のコンクリートブロックに置き換えます。だいぶ形が見えてきたね。
今作った壁とさっき作った灰色のコンクリートブロックをつなげます。そして、1階と同じように内側をすべて埋めます。1階と同じように単純作業なのでカット。はい、天井を埋め終わりました。左端に白色のコンクリートブロックを3つ置いて、それを上まで伸ばします。そのまま右に伸ばします。そしてここを1ブロックはみ出させます。下から見るとこんな感じ。内側に入って、松の木材を5ブロック置き、それを上まで伸ばします。側面も同様に、5ブロック置いて、上に伸ばす。青緑色の板ガラスで手すりを作ります。側面も、松の木材の横に窓をつけます。これはすべて埋めちゃっても構いませんか。出入りできるように2ブロック分穴を開けとくと便利でしょう。正面側も、そしてこの大きな窓も、何年もマイクラをやっていますが、未だに板ガラスは置きミスが怖いです。判定が細いんだよなぁ。はい。かなり完成が近づいてきました。薄灰色の壁の上に石ボタンを4つ置き、3ブロック下がってさらに4つ、一番下にも4つ置いていきます。下の薄灰色の壁にも計8つ石のボタンを置きます。左側に回って、ここの松の壁の4隅に多くのボタンを置きます。ここの4隅にも多くのボタン。ここの4隅にも多くのボタン。はい。扉や窓をつけます。角から1ブロック開けて、壁を8ブロック破壊します。下にダークオークのドアを3つ置いて、その上をダークオークの木材で埋めます。下から3ブロック目、ドアから3ブロック目を3つ壊して、青緑色の板ガラスで埋めれば、これにて、モダンなデザイナー住宅の完成です。それで橋用例を見てみましょう。というわけで、モダンなデザイナー住宅の作り方講座でした。内装は狭めなので作るのが難しいかもしれませんが、おしゃれに我慢はつきもの。ということでぜひぜひ作ってみてください。これからもモダンな家の作り方講座はどんどん続けていく予定なので、まだの方はチャンネル登録&高評価の方をよろしくお願いします。リクエストも受け付けているので気軽にコメントしてね。ただ、リクエストの際は建物名だけでなく、どういった動画形式を希望しているのかも添えていただけると嬉しいです。例えば、モンサンミッシェルを作ってください、というコメントの場合、モンサンミッシェルを作る過程を動画にすればいいのか、建築講座としてモンサンミッシェルの作り方を教えればいいのかが、こちらには伝わってこないんですよね。なので、できれば、〇〇の建築講座を上げてください。いや、〇〇の制作風景を動画にしてください。など、動画の目的も絞ってリクエストしていただけると助かります。講座以外のただ作る系の動画も、リクエスト次第ではありかな、と思っています。というわけで、最後にダラダラと真面目な話をしてしまいましたが、これだけは前々から困っていたことなので言わせていただきました。最後まで聞いてくれた皆さん、ありがとうございます。それでは。